通行券は、高速道路などの有料道路を通行する際に必要となる券である。なお、ETC 車載機を搭載し、ETC カードをセットした車両で、なおかつ、ETC ゲートを無線通行した場合は受け取り、不要である。一口に通行券と言っても、道路事業者によって捉え方が違う。大体以下の二通りに分けられる。当該道路に侵入したインターチェンジ等で、 発行されるタイプ。このタイプの通行券は一本の道路に料金所が複数存在し、かつ利用者の走行区間に応じて料金を徴収する方式の高速道路、有料道路に多く見られる。通行券は料金支払い時に利用区間を特定するため、通過した本線料金所や新入インターチェンジで交付される。これはワンマンバスやワンマン列車の乗車整理券にあたる。 日本語の定義からすると通行券という表現はおかしい気もするが現在はこちらのタイプの方が主流通行券という言葉はおそらく料金算定の起点となる料金書を通行した証明書という意味ではないかと思われるなおこの点を考慮してか一部の有料道路などは入り口券という故障を使用しているちなみに大韓民国でもハングルで と、表記されている。高速道路通行券高速道路通行止め乗り継ぎ、証明書左から順に、車種番号、料金書番号、月日、自分、修事員番号、一連番号、登録番号が印字される。料金署名下部に記載されている番号は、IC 番号の加算桁を記載している。この場合は265である。この通行券の場合は、 緑色基調であるが、オレンジ色基調の通行券も存在する。また、ETG ゲート閉鎖時などには、青色基調の通行券や、通常の通行券に、スタンプが押されたものなどが発見される場合がある。出口料金所にて、料金収受員に通行券を渡し、収受員が機械に通した際に、出口欄が記載される。入口出口欄を比較して、車種や、 登録番号が異なっている場合は不正通行と見なされる場合がある。また距離に対して所要時間がかかりすぎていた場合にも事情を聞かれることがある。懸面に記載されている通り、紛失した場合は通行したと想定される最長区間の料金を徴収される場合があり注意が必要である。このあたりも日本の鉄道における乗車券と告示している。 事故や通行止めによる強制流出時に発見される乗り継ぎ証明書も通行券と同サイズである。ETC による無線通行の場合は ETC カードに入場記録が書き込まれるため通行券は受け取らない。この通行券とは若干異なった仕様の通行券も存在する。現在は主に出口での通行券読み取りが不要なタイプと 直ストライプに入場情報を記録させ、出口生産の際に機械に読み込ませるタイプの2種類がある。かつてはパンチカード式の通行券やチップ式通行券が存在したなど。パンチカード式では料金所入口レーンにも出口レーン同様の友人ブースが設けられ、係員による手動発券が行われていたが、直ストライプ式に移行すると同時に自動発券機が導入され、 入り口レーンの有人ブースは撤去された。自動発見機には三段階の高さ別で発見口が設けられており、通行券はレーン進入時に自動で識別した車高に適した発見口から発見される。また、左ハンドル車用の発見機が併設されているレーンでは左ハンドル車用発見機に備え付けられたボタンを押すと右側の発見機から出ている通行券が 発見機内に自動回収され、同一内容の通行券が左ハンドル車用発見機から再度発見される仕組みとなっている。日光道路通行券前期の意味とは対照的に料金を支払った料金書で発行されるタイプも存在する。これは料金が均一性の都市高速道路や有料道路で多く見られる。意味としては通行料金を支払い、 通行する権利を得た証明といった形になる。こちらのタイプは通行権と名乗ってはいるものの、実際は通行料金を領収しその際に渡される領収書にそう印字されているだけで特に検察や修察は行われないことが多い。ただし、料金を支払ったという証明なので最低限区間の通行を終えるまではきちんと保管しておきたい。また一部の道路によっては 回数券タイプの通行券も存在する。意味としてはこちらのジャンルに含まれるが、これは通行する際に料金書で渡す必要がある。ありがとうございます。